ダニスタノビッチは、ユーゴスラビア出身の映画監督、脚本家である。ボスニア中央部の都市ゼニツァ生まれ、両親共に、ボシュニャク人、サラエボ大学音楽院でピアノを専攻した。その後舞台芸術アカデミーで学んだが、1992年に、ボスニア紛争が勃発。サラエボ包囲により勉強の中止を余儀なくされた。ボスニア軍に、カメラマンとして参加し、 最前線で紛争の様子を撮影した。タノビッチと彼のクルーが撮影した映像はボスニア紛争の資料映像としてニュースでよく使われた。その後勉強を再開するためにベルギーに移り1997年に卒業。ボスニアとベルギーの二重国籍を持つ。ボスニア紛争を題材にした初監督作品ノーマンズランドで カンヌ国際映画祭脚本賞やアカデミー、外国語映画賞を受賞をはじめ42の賞を受賞。アカデミー賞受賞演説では、この映画は私の国、ボスニアのためにあると締めくくった。2002年には、アメリカ同時多発テロ事件をテーマに11カ国の監督がオムニバス形式で綴った110901。 セプテンバー11のボスニア編を担当。イギリス編は、剣道地、日本編は、今村昌平、アメリカ編は、ショーンペン、メキシコ編は、アレハンドロ・ゴンサレス・イニア・リトゥが担当している。2005年には、ポーランドのクシシュトフ・キエ・シロフスキ監督が残した三部作の、うち、地獄編を、美しき運命の証拠として、フランスで映画化した。天国編は、 トム・ティクバ監督により2002年にヘブンとして映画化された。2007年までパリに住み、現在は妻と5人の子供とサラエボに戻り、舞台芸術アカデミーで教授職に就いている。2008年にはサラエボを拠点に草の根政党ナーシャ・ストランカを設立し、10月の地方選挙から参加した。2011年サラエボ大学から 名誉博士号を授与。2013年の鉄くず拾いの物語で、ベルリン国際映画祭の銀熊賞と主演団優勝を受賞。2014年の汚れたミルク、あるセールスマンの告発では、ネスレが製造販売する粉ミルクによって乳幼児が病気になってゆく状況に抗議した元ネスレ社員、サイヤ・ドアーミル・ラザをモデルに、 両親による多国籍企業ラストとの戦いを描いた。この作品は日本を含む全世界で公開されたが、ネスレは公式サイトの特設ページで映画とアーミルの主張を全面否定した。ありがとうございます。